やっぱり豊富やね。塩分と思ったら一辺が67メートル、まあそこそこ大きいですね。噴気の高さが9.7メートル、埴輪がいっぱい出ましたよ、書いてあるんだけどね。これおそらく貝塚でしょうけどね。この横にね、何やったっけ、この横に大きな古墳があってね、全部公園も箸墓公園だから、この横にありますわ。これ二段墳だったですね。なんか説明書いてないかね。大きいですよ、これもね。40-50メートルあるかね。ああ、そこで書いたのあるんだけども、ダメですね。真っ白くですね、これ、ね。これ4、5分かなんか言ったかな、これ確かな。あ、これや、これは確か、前方公園墳ですよ。これも大きいんですけどね。これ、回れませんね、これは。ああ、入れないですわ。入れませんね。こっちから行くか。共同地から。ここを回るときね、迷子になりましたね。出口でね。あそこにはなんか。向こうの水はもう溜まってるな。これは手間ないか。これ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 見えんな。あ、ここにある。墓山古墳や、橋墓やな。墓山古墳やったき。大きいね。225メートルあるからね。今日はアコミにしたな、あれを。あれをね。あれがどこ行くような墓かね。これが大きいでしょうね。これも一回回ったんやけど、途中でね、回れてないと左側の方がね。あの向こうに古墳があるんだよね、あの奥の方にも。あれは、ハサミ古墳かな。ちょっとわからんけどね、ここからでは。これ、行けないか、そこ。あら、あらあら、これ回れないんかい、これ。バイクカーでしょうけどね。え、よそこ見て、入れるか、そこ。ありがとうな。もう自宅やな。回れませんね。ずっと奥がね、うわあ、二段噴気になってます。回れるかね。ちょっと回ってみようか。あそこは入れなかったのかな。ちょっと回ってみましょうかね、こっちからね。おお、これ入ってよかったのかな。ちょっとよくわからんね、これね。入って行きやったからね、入って思ったけど。おお、これ歩いた。記憶残ってる、これね。これどうした、これ右行ったかな。あ、右行かれへんねやわ。ねえ。なんか迷子になったな、ここで。迷子になって、反対歩いてたね。右行かないかんとこ、左に歩いてね。あ、これ左や。こんな一周回れんだよ。これ右行って迷子になったよな。右行って左行ってかなんかで、どうとわからんとね。隣の方に聞いたんやけど、マジコでバス言われて反対側歩いてますよね。ここやわ。結構大きいんですけどね。何にも看板がなかったですね、これね。塩風やな、完全だ、これ。崩れてるんだよね。直径で、どうやろう。40メートル、50メートルないか。こんなぐらいやね。
まあ、小さいんですよね。こんなさ。こんな小さいの回ってないもんね、去年はね。なんか200メートル、250メートル以上ないと回ってない、去年の場合はね。回るとこないんでね、こんなとこ回ってるけど。中入れないね。どこの管理かな、これは。宮内庁かな。宮内庁やったら書いてあんねんけどね、宮内庁ってね。